リキンムは、中華人民共和国、両姉省信用市出身の元プロサッカー選手、サッカー中国代表選手。現役時は、中国サッカースーパーリーグに所属する、両姉広志雲と三刀路の大山で、主に FW としてプレーしていた。また、彼は2014年時点で、中国サッカースーパーリーグの通算最多得点選手であり、中国サッカースーパーリーグにおいて、 特典王の最多獲得選手でもある。中国を代表するストライカーであるリキングは新鮮権力だからがスポンサーを務めたトレーニングプログラムにてブラジルにサッカー留学をした際に活躍して注目された。これを受けて U-20 サッカー中華人民共和国代表に招集され 1997FIFA ワールドユース選手権で出場機会を得た。 この大会での活躍により、当時フランス一部リーグに所属していたエースナンシーの興味を引き、レンタル遺跡にて1シーズンエースナンシーに在籍した。しかし、1シーズンで6試合の出場に止まり再度、ド、両姉広州にへと復帰した。復帰後は、エースナンシーでは見せることのなかった輝きを取り戻し、すぐにチームの中心選手として活躍、チームのリーグ準優勝に貢献した。 2002年には個人タイトルとしてリーグ得点王を初受賞したものの、両姉広春ではクラブタイトルを獲得することはできなかった。2004年のシーズン開始時、三ロノ脳大山は当時最高金額となる490万円の遺跡金を支払いリキムを獲得した。リキムはすぐにチームの中心選手となり、シーズン終了までに中国 FA カップや中国、 サッカースーパーリーグ制覇に貢献した。2006年リキングはリーグタイトル FA カップリーグ得点王を獲得した。2007年リキングは各回答の持つリーグ最多得点記録を塗り替え、公式にリーグ最多得点選手となったが、このシーズンはクラブとしてリーグタイトルを獲得することはできなかった。2008年は 個人としてはリーグ8得点と振るわなかったものの、クラブとしてリーグタイトルを獲得した。2010年シーズン、リキングは、控えとしての出場が多くなったが、再度リーグタイトルをクラブにもたらすため出場し、クラブのリーグ優勝決定後引退を表明した。U-20 サッカー中華人民、共和国代表として 1997FIFA ワールドユース選手権に出場した後、 リはすぐにトップチームへと招集され1997年2月1日に行われたサッカーアメリカが中国代表との親善試合で代表初キャップを記録した。この後継続して代表チームに呼ばれ出場したが、中国代表が初出場した2002年の FIFA ワールドカップでは代表に選出されなかった。その後地元で開催された AFC アジアカップ2004では、 自国代表の準優勝に貢献した。AFC アジアカップ2007では当時、中国代表を率いていた、シュヒロからパフォーマンスに問題があるとされて本戦に出場することはできなかった。リキングは、プロサッカー選手を引退した後、サッカー指導者となった。指導者のキャリアは、サッカー中華人民共和国女子代表と、新洋新北速級クラブのアシスタントコーチから、 始めた。2013年5月13日、リキンウは、成績不振により解任された竜子祭の後を受けて、中国サッカー、高級リーグに所属する、新洋新北速球クラブの監督に就任した。ありがとうございます。